でも今日にした。そうだから今すごい短いけど、そう馴染む、あさってぐらいにあさってぐらいに馴染むんですよ。そう切り立てて絶対馴染まないよね。ね、馴染まないから明後日ぐらいが一番馴染んでくる時期。そう、でも最近いつもそう絶対何もしてない状態で眉毛のちょい下ぐらいになる感じにしてるから、そう前よりかは全然短い。そう切った状態が前はもうちょい目寄りだったけど、最近は眉毛寄りそうになりましたっていう報告。アイちゃんアーニャのアニメ見た？だって見たことない。アニメ見ないかな。アイ小さい時からあんまりアニメもアイドルも見てこないかったから。そうなんです、テレビバラエティーが好きで、小さい頃からバラエティードラマ歌番組とかが好きで。そうそうなんですよね。あとはシンプルに出かけることが好きだったから、そう基本お出かけ基本お出かけしてる。そうお友達と遊んだり家族と出かけたりって感じ。そうだからあんまり小さい時からアニメとか漫画見ようっていうのはなかった。そう見てもあのさ、よくテレビよくっていうか毎週やってる「ドラえもんしんちゃん」とか「サザエさんまるちゃん」とか、なんていうんですかね、絶対的にやってる系見るぐらいかな。あとは小さい頃は「ボノボノ」が好きだった。今も好きだけど「ボノボノ」は。そう そうなんですよ。そう見ようよしってはならない、あんまり。そうやってたら見るって感じ。そうじゃなきゃ基本バラエティードラマ歌番組ってところ。そうなんですよね。アニメそうだね、そんなですね。だからそう「鬼滅」はハマったのはびっくりした自分でも。そうでもそうだね、うんそうびっくりしましたねって感じかな。はい、そうなんかさ絶対ルーティーンってない？小学校の頃のなんかルーティーン絶対あった。ルーティーンっていうかなんかほぼほぼ小学生の時って一日同じ動きしてません？毎日その平日はね。そう平日って絶対同じ動きしちゃう。週末は変わるけど、週末とか休みの日とかはね、だよね。大抵さ、いや大抵、いや違うか、いや人それぞれかもしれないけど、まあ学校行くじゃん。学校行った後絶対はお友達と喋りながら帰って即遊びに行く。もう「ただいま行ってきます」みたいな、「ただいま行ってきます」みたいな、ほんとその状態
遊んで帰ってテレビ見てご飯食べてみたいな、寝るみたいなね、それだよね絶対。まあそんなか、みんな小学生ってまあ基本こんな感じだよね多分。アイはそうだった。今でも毎日同じ動きしてるなって今はアイは違うけど、そう絶対友達と帰るとき本当なんかすごい10人ぐらいみんなで帰ってた。そうなんか本当にそうそこだけ賑やかみたいな基本なんかそんな賑やか感ないじゃん登下校って。そうすっごいみんなで帰ってた。そうなんですよっていう。いやでも小学校戻りたい、おっと楽しすぎて。子供は決まった友人と一緒に帰るよね。確かに。でも時々知らない子もいるそれちょっと変だけどさ、時々いません？時々いたんですよ。それがそう、それがあったの。本当にランドセル放り投げて即遊びに出かけるという。放りは投げないなあいうけど、そうだね基本。でもなんかあれやってた、じゃんけんして、そう負けた人があそこまで荷物を持つみたいな、そう場所を決めて、そうじゃんけんして、そう荷物が少ない時ね、これ荷物置いて自分がちょっと困るじゃん負けた時。そうだから荷物がみんな少ない時にそうじゃんけんして、負けたらじゃああそこまでっていうのをやって帰り行ってたそうだから時々ずっと勝てる時があるの。もう本当にいいけど、そう負けてる子ももちろんいるわけじゃないですか、ずっとあーってなっちゃう。そうごめんねって思いながら持ってもらうごめんねって思いながら、でもねそうそういう、そうでも愛もずっと負ける時もあった、えってなる。やっぱそうなるね、あるよね。日によってじゃんけんって負けやすい人さあるよね。そうやっぱみんなそんな感じだったんだね。いつの時代も変わらんねってきて、まあそうなんだよね。ね、懐かしい、懐かしいね。そんな感じ。なんでこの話してたんだろう何からこんな広まったんだろう。はい、そんな感じです。そうだ、今日寒かったよね久しぶりに。いや昨日も寒かったか、なんかさ外出た瞬間えってなった。本当に寒いね、ほんと寒かった。でもなんかもうちょいしたら暖かくなるらしいから、そうほんとね体調気をつけようと思った改めて。ジャン巻きしてアイスおごりとか、あでも今日それ見た、あすっごい話また戻っちゃった。今日見たの、そうあゆぐらいの年の方がそう3人でそういらっしゃったんですけど、じゃんけんしてて、あ絶対もうあれはあれじゃんと思って、あれはあれじゃんと思って
え誰が負けるんだろうと思って見てたんだけど、ちょうどじゃんけんしてる、じゃんけんの結果の時だけなんか目そらしちゃって、そう誰が結果勝ったか負けたかわからないんだけどやってた。そしてまた話戻して話戻して、今日コートが必要だったんだって。全然トレーナーで出た、外に。寒すぎて朝一回コートやって、わかる、一瞬凍るけど、でもなんか即回答一瞬凍って回答した。そうね、ほんと寒い。でもなんか木曜がすごいあったかいらしい、27度みたいな。そう27度みたいな書いてあって、わーって思った。絶対大木曜日はもう暑さに勝てる服装しようと思ったもん。そう、それ見た瞬間もうそう決めた。確かに寒暖差激しい、確かにね、本当に激しすぎ、あっちこっちしてるよね、気温が。本当にいやー勝てないよね、気温に追いつけない、困っちゃうね、困っちゃうねって困っちゃう。本当に服装が困るよね。何が困るって、一番服装が困る。意外となんかさ、あれこのぐらいあるって聞いてたからこの服装をしたのに、あれ寒い暑いみたいなことあるじゃん。そう困っちゃうよね。一回も上がったらもうそこから下がんないでほしい。そうで一回下がったらもうそこから上も来ないでほしい。そう、そうそうそう、そうなんですよ、本当に。ね、本当に困っちゃう。晴れと雨だと気温同じでも体感違ったりね、それもあるよね。えでも晴れでも、そう晴れの日でもあれってなるよね。雨はいい、本当に湿気でね、気温すっごいなんかムシムシするよね。ね、雨、今日雨だったよね。そういう、もう本当に今日外行くとき本当は傘持ちたくなかったの。そうで、あとなんか昨日見たやつ、昨日見た天気予報だと、そう雨止むみたいなあったから、あもう絶対傘持ってかないと思ったら、そうあいが朝、そう傘持ってかなくてもいいかなって聞いたら、そう雨止まないよみたいな言われて、そう傘持ってったっていうエピソード。そうなの、今日晴れると思ったのに、午後から晴れっていうか曇りだと思ってた。そうお昼から違いました違いましたね、そう違く雨でした。
でも明日晴れかな、わかんないけど、毎日晴れがいいと思いながら生きてるから、毎日晴れだと思って生きてるんですよ明日はもう絶対晴れだと思いながら生きてるんですよ。だから明日はもう晴れててほしい。そう、晴れだってほしい。晴れだと思って過ごしてます今も。え、そう、なんならね、基本晴れだと本当思って生活したい本当に。そう、え、ちなみに明日何か分かります、皆さんちなみに何か分かりますって聞いちゃう。ちなみにね、今のところ曇りかな。あゆこの間見た時曇りだった気がする。あ、曇り、曇りだって。わ、でもさ、曇りだったらまだ晴れじゃない、四捨五入して。うん、四捨五入して晴れだよね。うん、ってことは明日晴れってことでいいかな。そうそうそう、ね、そうだよね。雨じゃなきゃもう雲ね、雨じゃない曇りならもう晴れだと思って生きるね。あゆはそう。でも6月ね終わるぐらいまで絶対雨続くよね。わー悲しい。面白い四捨五入だってそうそう、もう新しく生きていかないと。そう、先取って、先取り。今明日晴れだから晴れだから傘いらないよ絶対。そう、四捨五入の晴れだからもう傘いらない。わかんないって言った、雨降ったらごめん傘捨てるって傘捨てたら大変だけど、でもそう、明日は捨てていいと思う。明日はいらない、明日はもういいよ。確か曇りでも紫外線は結構届くんですよね。そう、曇りの方がね日に焼けるっていうのは聞いてるんですよ。そう、聞いてるんですよっていう、そう聞いてるんですけど、そう嫌ですよね本当に。日焼けも嫌だ。そう、雨と日焼け本当に嫌だ。そう、でも多分小学校の時と比べたら全然今白いの。そう、小学校の頃なんて何も気にせず外で遊んでたから、本当になんかもう本当になんか本当にもう本当に日焼けしかしてなかったの。なんならそう、なんならもう本当日焼け、そう、なんなら日焼けだったんです。そう、だから今本当に多分もうその当時との横に並んだら多分もうすごいと思う。本当カステラみたいな状態になっちゃう。そう、カステラだよ。そう、でもあゆは日焼けしたくないと言いつつ全然日焼け止め塗らないタイプの人間なんですよ。そうそう、日焼け止めね、うん、そう持ってるけど塗らない。なんか買うのに塗らないんですよ。そうそう、これ分かる人いそう、でも一人ぐらい。なんかそう、めんどくさくなっちゃうんだよね。いや、そう、塗るのが。そうなので、結果全然塗らないっていう。でもさ、そう、結構夏は肌しまうようにしてるの。そう、焼けたくないから、塗るのもめんどくさいから。
そうだから焼けないっていうのもある。そうそうだから焼けないっていうね。そうなんですよね、困っちゃうね。そう本当でも、もっともっと白くありたい。なんか本当にどのくらいって言ったらいいかな、どのくらいだろう、わかんないけど、まあとりあえず白目な、そう白目でいきたい、そうって感じだね。だから夏も頑張って乗り切りたいと思います。そう日焼けに負けずって感じです。はい、そんな感じで今日のショールームもおしまいにしたいと思います。急にランキングを見ます。13位カンさんありがとうございます。12位ピカルンありがとうございます。11位ユウスケくんありがとうございます。10位人生方向地さんありがとうございます。9位翼欲しいさんありがとうございます。8位ワタさんありがとうございます。7位ヒコさんありがとうございます。待って変わったじゃん、もう一回行こうかな、最初から変わってるよね、多分変わりましたよね、もう一回行きますね。13位ゆうすけくんありがとうございます。12位人生方向地さんありがとうございます。11位わたさんありがとうございます。10位ひこさんありがとうございます。9位ひでさんありがとうございます。8位がくしゃんさんありがとうございます。7位つばさほしいさんありがとうございます。6位でがらしさんありがとうございます。5位カモンさんありがとうございます。4位あおさんありがとうございます。3位エビナパーキングエビナさんありがとうございます。2位あやのさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。コメントなどもギフトなども星などもありがとうございます。また明日も見てください。ありがとうございました。